大企業で言わせてもらうよ。坂本君、そのエクストリームのベルトに挑戦させてください。秋田選手、はい、今からこのエクストリームのベルトに挑戦するっていうことですか？ GM、あんたバカ。え誰が今これ使うって言いました？僕はね、このエクストリームのベルト、これはね、ルールありきのベルトでしょ。はい、僕は勝俣君とやりたいルールがあって、やりたいルールがあって挑戦を表明したんだよ。そのルールは今日この会場ではできないんだよ。やれる場所は後楽園ホールで、そして勝俣君となら絶対いい試合になる。そしてとにかく